幾年もの先を見抜くことができるときに一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております、先生。何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。ゆえに今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。せっ。せっ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。防げ、ヒロキ。相手の気力がそが。されるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀にとらわれることはあるまい。今日はここまでだ。三十郎様、明日は。三十郎様、三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは、気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。町場の方へ向かったのでは。
こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょう。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。何年言ったらわかるんだい。これは売り物じゃねえ。米引き立てだよ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。サバ、アサリ、鈴木。拙者は、あ、愛子殿は、その。お顔が赤くなっておられますよ。毎日おめえの荷が道を塞いでんだよ。耐えかねることを耐え。この老いぼれのに承知いたしました。先生はどこへ。信様が言うには、京の都ではよく知られた料理だそうだ。それじゃあ、
天使様も召し上がっておられるってことかい。ああ、そうさ。あんなバカ野郎の言うことは聞かねえこったね。天使さんはあちらと同じものを召し上がるわけねえだろ。この老いぼれのに承知いたしました。先生はどこへ向かわれたか。
この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませ。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。も片付けのございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。間違いねえ。賊が森の早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、盗っ人どもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許しください。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。受け取れ、足の番じゃ。勝負事は怪我はありませんか。いや、なんでもね。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませんが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。足が手を貸しますんで、ご客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ。ヒロキ殿、今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。逃げろ逃げろ逃げろ。何者かの襲撃です、ヒロキ殿。それがゆえに父上はあれほど急いで。拙者から離れませぬよ。先生を見つけねば。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は。ヒロキ殿、お行きくだされ。いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。
発じゃ。全て失ったな。切れちゃうんでやる。助けてくれ。あいつらは全部持っていってやるか。お願いだ、見逃してくれ。こいつを楽にしてやれ。喜んで。願いでござりまする、ご慈悲を。かたじけねえ、かたじけねえ。こんなに血が。この向こう水な物の符は誰だ。聞け、手玉の拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生からしかと手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。喉をかっきれ。お前はここでしまいじゃ、キャサ。命令でございます。まだ幼きわっぱでございます。こいつの命など何の価値もねえ。何でも持っていっておくんだって。ただこの子に手をかけるのだけは。そこまでだ。気力などぴったりだ。逃げられるうちにお逃げください。あなた様は守り神様の化身か何かでございますか。誰もおらん。行くぞ。先を首を落とせ。先は誰も倒せん。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。アイコ殿が無事であればよいが。こいつら百姓は何も持ってねえ。塵も積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分けないよ。その監視はいつ来てくれるの。
者。もう閉じろ。勘抜きを捨てれば。そこの木を持ってこい。早よせい。まだ来るぞ。抑えろ、抑えろ。そこで止まれ。うせろ、飢え死にしちまうよ。門は放っておけ。喉を掻き頭を掻き今だ。解いておる。これは先生の行いか。社の中に何か命乞いするなら今のうちで。されど先生は、ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。刀か。年葉もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも。参れ、刀さばきを見せてみよう。力を尽くせ。さあ、参れ。哀れな。何もできぬな。小僧、恥さらしめが。何の修練も積んでおらぬ。切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ俗名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじい。
皆がお主を頼っておる。皆を守るとちぎりを交わせ。かしこまりました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしません。武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきよった。わしの家の者は。お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしませぬ。